ッチンをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。日の出の小畑です。日の出の池田です。よろしくお願いします。ありがとうございます。嬉しい。やった、料理番組や。いやーもうね、何よりもこう光がいつもより多いからね。確かに、目がパッと開きますから。気持ちいいですね。気持ちいいですね。さて、はい、今回はですね、皆様に投稿していただいたレシピを、我々が実際に作ってみようという企画でございます。で、今回の1分レシピは、ニックネーム WO さんから投稿いただいた簡単スープチャーハンを作りたいと思います。いいですね。さあ、何スープが辛いの？それ1分間でいける？1分でいけるんです。いけるんです。はい。なんか物まね入りますよ。入ってます。別に先輩の真似をしてるとか、そういうわけでもないんですけど、いけるんです。いけるんです。じゃあ、小畑さん、信用して。信用してください。いきますよ。僕、大人です。何も手伝わなくて大丈夫。大丈夫です。本当？はい。そっか、普段から料理するから。一人暮らしだし。独立してますから。はい、僕、実家だし。そうですね。はい。いけますか？いきますよ。もう僕は、もう準備で、OK。はい。僕は問題ない。体育大出身なんで、さっきね、ずっとね、腹筋と背筋とね、ストレッチ。それ関係ないから、あんまり。そのためだけ。あんま関係ないからさ。いけるんです。もう、じゃあ大丈夫。もう行きますか？行きますか？本当に。準備 OK ですか？行きましょう。じゃあ、よーい、スタート！まずはこちら、冷凍食品のチャーハンをですね、温めております。温めたチャーハンをこう盛り付けていくんです。なるほど。まあ、やっぱりこう、料理ですから、見た目がすごく大事なんですね。美味しく見えるかもね。美味しくいけますよね。はい。はい。そしてちょっと待って。あれ？ゆっくりで大丈夫？大丈夫ですね、もう早くやってます。ほんまに？はい、これが、盛り付けました、はい、そしてこの卵スープの中身をですね、入れて、はい、片栗粉をですね、はい、こう入れます。とろみをね、つけるために、はい、入れました、はい、あとはこちらにお湯を注いでいくのみでございます。ここから卵スープすぐ溶けるんですか？溶けます溶けるんです。ごめんなさい。大丈夫か？全然大丈夫ですよ。はい、ま、時間大丈夫です、ね、時間大丈夫です。このようにですね、はい、で、まあ、ちょっとこうやっとけるから、はい、で、とろみがちょっと出ましたら、はい、こちらを、はい、美味しそう。中国の店で美味しいです、これは。中華やからね。はい、そうです。はい、ストップ。これで完成。時間いかがでしょうか？完成でーす。やったー。美味しそう。時間どうですか？大丈夫でした。時間守ります。社会人ですか？社会人ですからね。社会人です。それでは僕が1分で作った簡単スープチャーハンを早速食べてみましょう。やったー。いや、楽しみですね。ちょうどお腹空いてたから。本当ですか？嬉しい。いただきます。はい、うまっ。おいしい。うまっ。別で食べることが多いじゃないですか、うんうんうん、卵スープと、うん、でもね、一人にしてもね、喧嘩してない。喧嘩してない。チャーハンだけでも十分美味しいのに、うん、いや、卵スープのうまさも引き立ってます、うん、具材たっぷりやから、卵スープに。チャーハンにもともとあった具材と、うん、卵スープの具材で具材たっぷりよ、うん、まあそうだろうな。うめー、とろとろ。いただきます。うん、いい仕事してますね。残ってた。いい仕事してます。残ってたな。本当に。いや、美味しい。あの、はい、スープ感あるから、うん、ちゃんと温まるから、このね、寒い今の時期にね。いいですよ、簡単に。今の時期に作れて。完璧です。店出しましょう。店出しましょう。でもいいな、日の出食堂。うん、日の出食堂で全部1分で提供する。あ、そ、いや、お前聞いたか。あそこ日の出食堂ってめちゃくちゃ出てくるの早いらしい。マジで、うん、でもさ、出てくるの早いっていくら並んでたとしても20分、30分かかるんでしょ。1分です。1分でってなるぞ。恥ずかしい。これはちょっと皆さんも作ってみてください。ぜひワイズキッチンでは皆さんからの簡単で美味しい1分レシピをお待ちしております。どしどし素敵なレシピ待ってますよ。応募ください。お願いします。